アドマイア・ジュピタは日本の競争馬、主母馬である。主なカチクラは2008年の天皇賞、阪神大賞典、2007年のアルゼンチン共和国媒。馬名は冠無理名のアドマイアと木星を意味するジュピターが由来。いとこにアドマイアメインがいる。2005年11月に競争馬としてデビュー3戦目で初勝利を挙げる。 年明けに出走したオープン特別戦、若駒ステークスで2着、続く、スミレステークスで3着となった後、自己条件に戻った、雪柳賞を2馬審査で勝利し、オープンクラスに昇級する。しかし、競争翌日に、右後ろ足秘設の骨折が判明、長期の休養に入った。その後は、秋の菊花賞を目指すべく、 幹部にボルトを入れて補強する手術が行われたが、強い調教を行うことができず断念。復帰は、翌年夏の新潟開催までずれ込んだ。休養中に500万下条件まで高級していたが、復帰戦では、前走から4 0ラム増という馬体重ながら、勝利を収める。実装は、調整段階で、順調さを欠き首差の2着と惜敗したが、 続く条件戦で2着に5馬審査をつけて4勝目を挙げた。この後は格上挑戦で J プニア競争のアルゼンチン共和国売に出走。条件場の見ながら当日は2番人気に指示されると先行作から最後の直線で抜け出し重賞優勝場の東海トリックらを抑え勝利、重賞初制覇を果たした。この後は 翌年の天皇賞を向けて万全を期して年末の有馬記念を回避年頭の日経新春杯に向かった。しかし、ここではデビュー以来最高馬体重となる 512kg と体を絞りきれず一番人気に押されながら4着と破れる。続く阪神大賞典では マイナス 10kg と減量、レースではない拉致沿いから抜け出し、前年の優勝バイ・ポッパー、ポップロックの追走を振り切って優勝した。実装はかねて目標としていた天皇賞に出走となり、当日は前年のキッカ賞優勝馬サ浅草キングス、一昨年のクラシック二冠馬名称サムソンに続く3番人気に、支持された。 レースではスタートで出遅れて後方からの位置取りとなる。しかし徐々に位置を上げていき、最終コーナーで先行馬群に取り付くと、最後の直線で名将サムソンとの激しい競り合いを制して優勝。GI 初出走初勝利を飾った。この勝利は、馬種の近藤リーチ、騎手の岩田康成、長教師の友道康夫にとっていずれも初の天皇将制派。 友道にとっては、初めての GI 競争勝利ともなった。また、この勝利により国際競争場、格付け委員会より、芝町距離区分で118ポンドの評価を獲得、この時点の世界第44位体、日本国内における、上半期第3位体に位置づけられた。この後は、春のグランプリ、宝塚記念を待たず休養に入る。 この期間中の7月2日、10万ユーロの追加登録料を支払ってのフランス外専門省へ登録される。報道では出走が決定したかのように報道されるが、実際には選択肢の一つとして登録しただけで、その後の調教中に在死を発症し、当初の予定通り秋は日本国内で出走することになる。天皇賞の前哨戦。 京都大商店から復帰した。しかし春の天皇賞から 14kg 減と馬体が細化しており、レースでも地方競馬から遠征してきたテキサスイーグルに先着したのみの急着と惨敗。その翌週、右前浅く炎を発症していたことが判明し、これを最後に競争馬を引退した。2009年シーズンからは、八代大スタリオンステーションで、 種ボ馬として供養され、初年度の種付け料は50万円で94頭に種付けを行ったが、生まれたのは19頭と受胎率が振るわず、2010年以降のシンジケート継続を、断念、わずか1シーズンで種ボ馬を引退することとなった。その後は、農山ースパークに移動し乗用馬となり、高老馬として、寄生を送っている。なお、種ボバ引退時に去勢され、 千場となった。ノーザンホースパークに入厩した当初は、乗馬に向けた順地に苦労したが、次第におとなしくなった。重傷優勝馬は、気象に問題があり、主にパークのスタッフ専用の練習馬となる。しかしアドマイア・ジュピタは、隣に人がいれば、悪さすることがないため、乗馬上級者に限定して外部からの訪問者でも、騎乗することができる。 2008年の第26回北海道新緑馬術大会では馬術大会デビュー。ドレッサージュ競技にて米田美里とコンビを結成し優勝した。2018年の馬術大会では馬場馬術競技で2位になる活躍をしている。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。父フレンチデビューティは芝、ダートを問わない。 万能守護場であるが、得意とする距離は中距離であるとされ、長距離場であるアドマイア・ジュピタのスタミナは、長距離に強いリアル車台やアーサート等を持つ、母系由来であるという見解がある。母ジェイズ・ジュエリーは競争場時代に2勝。俳優の陣内隆則の所有場だった。ありがとうございます。